先頭出たいですね、岡は最後は外へのスライダーにバット空を切っています。岡は2打席連続の三振。さあそしてバッターボックス、先ほどレアードのスポットですけれども、佐藤が準備をしていまして、今その代打で佐藤健二がコールされています。さあこれ佐藤は昇格してから打席に立つのはこれが2度目ということになります。まだ昇格後ヒットはありません。まあ、ロッテ時代から僕も見てましたけどね、佐藤選手は。最後はバットを空を切っています。三振に倒れています。レアードの代打で登場しました佐藤。則本とは実はの相性が7打数3安打といいということでね、栗山監督も送り込んできましたが、ここは三振に倒れています。ここは予想外のカーブでしたね、スローカーブ。則本はファイターズを2者連続三振に切りまして、2アップ2ダウン。バッターボックスは8番の大野です。大野も今日はまだヒットはありません、ファイターズでは実松以来となるキャッチャーのドラフト一巡というね、そんな経歴を引っ提げての現在正捕手です。追い込まれています。ワンツー三振。則本この回は三者連続三振のワンツースリーにファイターズを抑えています。7回を終了した札幌ドーム、2対0とイーグルスが依然リードを保っています。